アイテム番号。SCP-524JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-524JP には常時、2隻以上の船舶を最低15メートル以上の距離を保ちつつ随伴させてください。SCP-524JP の動向は常に2名以上の目視によって監視してください。SCP-524JP に財団と関わりのない船舶が接近した場合は、船舶を拿捕した上で乗組員全員に記憶処置を施し、船舶の各種記録機器のデータを改変もしくは破壊した上で解放してください。SCP-524JP が有人無人に関わらず陸地に接近した場合は、SCP-524JP-C に警告を発し、SCP-524JP-B にロープをフックで固定した上で陸地から 30km 以上の距離を取るまで曳航してください。フックの固定や緊急時の修復作業のためならば、D クラス職員に対してのみ SCP-524JP-B への乗船が許可されます。曳航の準備、物資の提供以外の目的で SCP-524JP への侵入は、レベル3以上の職員の許可を得た上で行ってください。SCP-524JP-A への接近、乗船、及び分解は禁止されています。SCP-524JP-C が道具、材料、もしくは新たな船舶を要求した場合は、その内容を十分に確認し、レベル4以上の職員の許可を得た上で提供してください。また、SCP-524JP-C に物品を支給する場合は、D クラス職員が行ってください。SCP-524JP を無人、有人に関わらず陸地の1000メートル以内に接近させる実験は禁止されています。SCP-524JP に接近した職員に超高 524JP-C が現れた場合は、該当する職員を SCP-524JP-C として分類した上で、SCP-524JP に乗船させてください。SCP-524JP-C へのインタビューを行う場合は、レベル4以上の職員の許可を得た上で、通信装置を所有させた D クラス職員を SCP-524JP-B に侵入させるか、遠隔式の捕獲装置で SCP-524JP-C を SCP-524JP から隔離した上で行ってください。説明。SCP-524JP は材質不明の大型寄贈船、SCP-524JP-A と指定、と。8隻の木造帆船、SCP-524JP-B1、SCP-524JP-B8 と指定、からなる。1922体の人型の実体、SCP-524JP-C と指定、によって操舵されている船団です。SCP-524JP-A は全長25メートル、幅8メートルの木造船舶で、甲板や船室の代わりに長径21メートル、単径 7.5 メートルの楕円型をした木製の構造体が積載されています。SCP-524JP-A に積載されている構造物についてはホエを参照してください。SCP-524JP-B は、SCP-524JP-A とロープによって接続された木造帆船です。現在 SCP-524JP-B は8隻存在し、いずれも SCP-524JP-A に財団が提供したワイヤーロープで接続されています。SCP-524JP-C は SCP-524JP-A 及び SCP-524JP-B の全てに乗船している人型の実態で、SCP-524JP の操舵やメンテナンス、漁及び漁獲物の加工などを行い、SCP-524JP を陸地に接近させないように維持しています。SCP-524JP-C は平均身長 165cm 程度ですが、全身の皮膚が漂白され、皮下組織の肥大化により全身が膨張しているように見えます。また、人種や性別、年齢に関わらず通常の人間が SCP-524JP-A の半径10メートル以内に長時間接近すると、全身の皮膚の漂白、皮下組織の肥大化による膨張、生殖器の萎縮などの兆候、一連の肉体の変化を兆候 524JP-C と指定、が生じ、最終的には SCP-524JP-C となります。変化を終了した対象は、SCP-524JP への乗船を保持し、いかなる手段をとってでも SCP-524JP への乗船を試みます。そして SCP-524JP-C の一員として、SCP-524JP の操舵や漁獲物の加工を行います。
SCP-524-JP、C は、習得した漁網などを用いて漁を行い、得られた魚介類を素手で解体し、骨などを取り除いた上でペースト状にすりつぶし、SCP-524-JP、A に注入します。取り除いた骨などは SCP-524-JP、C が互いに分け合って接触します。SCP-524-JP は日本近海を漂流しており、1年までは収集員により監視されていました。収集員では SCP-524-JP、C への物的、人的支援を主軸とした収容方法を確立していました。現在の財団でも類似の手法を採用しています。195年の疑似上陸実験により、SCP-524-JP の陸地への上陸は、大規模な生態系の汚染による該当地域全域の死滅を招くことが判明しています。収集員の記録によれば、SCP-524-JP は収集員の発足の春改善から日本近海を漂流しており、各地の漁村で、右の子様、国砂野良、坂恵比寿、ヒトクラゲ、いずれも詳細な時期不明、などの名で呼ばれ、接近することを忌避されていました。また、各地の伝承でも SCP-524-JP に類似する実態が陸地に迫った時は、複数の若者を船で送り出すことで上陸を阻むという対策が残されています。このことから、過去に SCP-524-JP の上陸や、上行 524-JP、C を伴う肉体変化イベントが幾度か繰り返されたことが推測されています。ほい、SCP-524-JP、A 計測記録。船舶全長、25メートル。船舶全幅、8メートル。積載物直径、21メートル。積載物単径、7.5 メートル。高さ、7.5 メートル。素材、種類の不明な木材。表面に年輪による文様は見られない。採取された小片を解析したところ、木質化したイネ科の植物の茎に似た性質が確認された。船舶構造。船底材に染色材をまましいだ、一般的な和船構造。マストや帆は存在せず、潮流や海、他の船舶による栄光によって航海する。積載物。船舶と同じ木材と、イネ科の植物の茎をひねり合わせたロープで構成されており、木材をロープで縛ることで打球型の形を保っている。船首付近の先端に指一本が入りそうなほどの筒状の木材が差し込み込まれており、ここから骨を抜いてすりつぶせされた魚介類が流し込まれる。積載物への間接的分析。X 線、赤外線による探査では、摂氏36度ほどの温度を帯びた内容物が存在することが判明。喫水線や船舶の推定重量などから、内容物の比重は水より少し軽い程度であると推測される。また、D クラス職員を派遣し、先端の筒へファイバースコープを挿入させたところ、生物の粘膜のようなものが撮影された。追記、195年の疑似上陸実験後、積載物の肥大化が確認されました。SCP-524-JP、C 解剖記録。解剖対象、SCP-524-JP、C、2。解剖担当、博士、事前検診。体表面の外傷は、回収の際のの貫通痕とワイヤーロープによる擦過傷と圧迫痕のみ。衣類、蛍光品、なし、外部検診。身長164センチメートル、体重78キログラム、全体的に肥満したような外見。解剖結果、腹部、胸部、腕、ももにメスを入れたところ、いずれの箇所も皮膚の下に筋肉と脂肪が入り乱れた独特な組織が構成されていた。肥満したような外見とは裏腹に対死亡率が低いのは、この皮下組織によるものだと考えられる。内臓については、膀胱近辺に萎縮した不明な組織が存在する他は、人間と変わりがなかった。骨格についても強度不足はあったが、ほぼ全ての骨格の形状は人間と変わりがなかった。骨格と膀胱近辺の組織からすると女性だと考えられるが、断定はできない。初見、全体的に見れば人間に近い構造である。だが、用途不明の皮下組織はもちろん、骨格的には女性に近いのに肝心の子宮などの生殖器が存在していない点が不審である。また、骨格強度が非常に不足しており、過剰な運動不足か生命に関わるレベルのカルシウム不足が疑われる点から、普通の人間であるとは言い難い。SCP-524-JP、C へのインタビューログ。対象、SCP-524-JP、C、11以下 C、11と表記。インタビュアー、杉山博士、インタビュー方法、
SCP-524JP、B に乗船していたし、11をロープ付けので捕獲して財団の随伴船に回収し、簡単な手当ての後に随伴船内の一室でインタビューを行った。付記、C、11を含め、SCP-524JP、C の発話は抑揚がないので、録音記録の文章を起こし2歳死前後の発言内容から文字を当てている。杉山博士、インタビューを開始します。まず最初に、あなたの名前について教えてください。C、11、知らない。忘れた。帰らねば。右の子様、狂気不明。右の子様、荻の子様か、見つかえねば。杉山博士、急に連れ出した点については謝罪します。ですが今は、私の質問に答えてください。C、11、答えねば帰れぬのならば。杉山博士、ではもう一度伺いますが、あなたの名前は ?C、11、知らない、忘れた。注釈、C、11はリークラス職員から超高 524JP、C を発症して変化した個体である。杉山博士、わかりました。忘れたのならば仕方ありません。では続いて、あなたは SCP-524JP、B で何をしていましたか ?C、11、船を操り、魚を取り、右の子様のために仕えていた。杉山博士、それらのやり方は、他の SCP-524JP、C から教えられたのですか ?C、11、知っている、最初から。杉山博士、教わらずともできた、ということですか ?C、11、右の子様に仕える方法は、すべて知っている。杉山博士、では、あなた方は何のために SCP-524JP を操舵したりしているのでしょうか ?C、11、すべて右の子様に仕えるため。杉山博士、では、その右の子様、SCP-524JP、A を漂流させているのは、どういう理由でしょうか ?C、11、右の子様は陸についてはならない。杉山博士、ほう、それはなぜですか ?C、11、右の子様の住まいは海の上。陸の上は右の子様の住まいではない。杉山博士。なるほど。それでは仮に、SCP-524JP、C が陸地に上陸したら、何が起こるのでしょう。C、11、わからない。右の子様にもわからない。右の子様は今の陸に上がってはならぬと、右様が定めたがため。杉山博士。そうですか。では、話を変えましょう。あなた方は SCP-524JP の操舵の合間に魚介類を捕獲し、加工していますね。それは ?C、11、右の子様のため、右の子様に捧げるため。杉山博士、では、なぜ魚獲物を加工するのですか ?C、11、右の子様に骨はいらない。故に、魚は骨を抜き、身をすりつぶし、右の子様に捧げる。杉山博士、ふむ、では、次の質問です。あなた方はいつ頃から海を漂流しているのですか ?C、11、わからない。杉山博士、でしょうね。C、11、海ができた頃から、陸のほとんどができる前からというのはわかるが、それがいつかは分からない。杉山博士、はい。C、11、右の子様はほぼすべての陸が生じる前より、海を漂っていた。右の子様が漂い続けられるよう、右の子様に仕えなければならない。杉山博士、それでは、最後の質問にしたいと思います。最後に、あなた方はいつまで漂流し続けるのか、あるいはどこかに上陸する予定はあるのですか ?C、11、右の子様と共に漂い続ける。すべてが海に沈み、君の子、発音ママ、が耐えるまで。インタビュー後期。その後、C、11の回答を要約すると、右の子様のため、となるため、これ以上のインタビューは無駄だと判断された。C、11はインタビュー後、D クラス職員の操舵するボートにより、SCP-524JP、B に戻された。追記。海が生じ、陸地が顔を出す前から漂うとは、ノアの箱舟のようだ。もしかしたら連中は、ノアとは違ってどこにもたどり着けなかった箱舟なのかもしれない。杉山博士、